こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております、ガレージゲンさんの時間がやってまいりました。ちょっとごめんなさい、題名変えましたけどね。あ、そうなんだ、ね、いろいろ、はい。最近ね、いろいろやっぱコロナウイルスの、問題件でね、皆さんこう大変かと思いますけど。ですね。ね、どう、僕ら住宅業界ですけど、最近どう、最近やっぱりね、やっぱなかなかお会いすることはできなくなっちゃいましたけど、違った形でお会いすることは結構増えましたね。そうだよね。ね、直接ね、やっぱお越し来ることってなかなかできないかもしれないけども、ちょっとこう、インターネット上で打ち合わせをさせてもらったりとか、そうですね、商談をさせてもらったりとか、そうなんですよ、ね、いろいろ僕らも動画を通して、こうモデルハウスをご案内したりとか、そう、いろんな可能性ってたくさん今ありますね。そうですね。楽しいですよね、今ね。まあ、今だからこそ、こうやれ、楽しめることもね、あると思いますんで、ある、はい、今日はそんな、番組にしていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、久々にアッキー登場なので、ねえ、ちょっとすいません。どこ行ってたの？ご無沙汰しちゃって。どこ、この時期旅行ってたの？土の子探してたら。土の子探してたら、どこか迷い込んじゃったのね。やっと帰ってこれたの。そう、全然いないから、一人で頑張って番組やってたんだけど。あ、そうなの？そう、ようやく帰って。見てました。ちょうちょい。見てからコメントちょうだいよ。酔っ払っちゃったみたいな。大変だったみたいで。ヤイズ TV さんの皆さんとね、初めての僕、動画、ウェブ飲み会をしたんですよ。ズーム飲みってやつ。ズーム飲み。すごいね。この51年間で初めて。そうですか。やったことあります？ないです。僕の方が先駆けじゃないですか。すごいですね。はい、時代に先駆けてる、ね、おっさんも頑張ってる。ね、素晴らしいですね。はい、そういう時代をね、まあ、楽しみながら、ね、やっていきたいなと思ってますけども。はい、でもね、こう動画とかインターネットで打ち合わせをしてると、また気づくこともあるんですよ。ああ、何、うん、あれですか？気づいてますか？お客様は逆にこうなんていうのかな、全然こう、例えば奥様とかノーメイクでもね、別に打ち合わせで、まあ、画面に出てこなければいいので。声だけ、まあ、ご主人が出てくるから、奥さんは横にいて、例えばお店で打ち合わせをしようとすると、それなりにやっぱりね、皆さん、はいはいはい、気をつけていくと思うんですよ。気をつけてこなくてもいいんですよ、別に。そうだよ ね。でも声だけ必要なんだ。声だけ必要なんだ。あ、すごいじゃないですか。でもそれでも画面見れるんですもんね。そうそう、画面見れて。そう、僕なんかは、まあ、全然こう、あの気を入れなくてもいないな、ちゃんとしてないけど、まあ、普段もね、こんな感じで仕事してますけど、まあまあね、まあ、よりね、そんなお互いに気を使わないっていう。あ、でもそれはいいかもしれないね。いいですよね。今のね、こういうことやって気がつくこともありますよ。ありますよね。楽しみたいじゃないですか。楽しみたい。今ある現状を、うん、ね。あ、今お料理をやってる。今お料理やってますよ。うん、もう空っぽになってますよ。ヤイズ TV をちょいちょいね、うん、見させていただいてましてね、はい、でも気になるじゃないですか、うん、でもちょいちょい見てたら、うん、なんだ、アッキーが何タバスコを飲むだろうとか、なんかそんなのおっしゃってたもんですからね。ごめんなさい、絶対飲めないだろうと思って、そうに言ってたんですけど、多分飲めるわけないんですよ、絶対。お、だって今日ちょっとさっさと2本目使ってますからね。大丈夫かな。だからそもそもタバスコってどういうふうなルーツで来たか分かりますか？アントニオ猪木ですよ、ね。そうなんですよ。ねえ。アントニオ猪木。やってやって、アントニオ猪木。やってやって。3、2、1、ダーン！おすごい。すいません。でも、まあ、アントニオ猪木さんといえば、僕ら少年時代は、もうプロレス全盛期だから、もう大ヒーローですよ。ヒーローですよね。ちょっと、すごい匂いですね。そのアントニオ猪木さんが、このタバスコを、これすごいね。初めて輸入したんですよ、ね。初めて輸入したんですよ。そのお店を、横浜で開いてたんですよね。あ、そうなんですか。そこまでは知らなかった。一回目に、うん、そう、タバスコ。これぐらい、こう、すごいタバスコなんですよ。すごいタバスコなんですよ。でも私の方は、こう、量はあるね。これ2本分。大丈夫？
って言っちゃったもん。最終的になんか動画おじゃんとかないよ。じゃあ、噂で僕は聞いてたんですよ。中野さんはタバスコ一気飲みできるよ、一本ね。そしたら、今日はなんと二本。ねえ、大丈夫かな。大丈夫らしいんですよ。大丈夫か。僕はタバスコ二滴、三滴でもうダメじゃない。あ、ほんと？かまかま。ちょっと。ちょっと匂いを嗅いでみて。うわぁ！わかんないじゃん。いや、やっぱすごいですよ。すごい。すごいですよ。すごいよね。無理だよ。これ無理だね。無理。危ないね。でも、小田さんによるとですよ。現役時代。あ、ごめんなさい。現役時代。なかなかどうかを確かめる意味でも、ちょっと、これは挑戦じゃないです。ジュースを飲む、ドリンクを飲むような感じで、感覚で多分飲んでくれると思うんですよ。大丈夫か？大丈夫。それで、中野さんが現役かどうかが分かります。現役かどうかね。はい、おっさん、僕みたいにおっさんになってるから。はい、おっさんですよ、ね。ということで、ちょっとデザートとして、食後のデザートとしてね、タバスコの方を大丈夫飲んでみたいなと思います。飲んでみたいって、僕の飲むわけじゃないんですけどね。ああ、もうちょっと、近づかないで。ほらほらほら。1メーター、距離高かったんだけど。それは、入っちゃうから。入っちゃうかもしれない。まあ、じゃあ、挑戦ではないので、気楽に飲んでもらいたいと思います。よし。はい、そう。あ大丈夫。大丈夫。全然。もっとさ、こう、ちびちび飲むんじゃないの。こんなんちびちび飲んでらんないの。危ねえから。それ。声が、ガラガラになっちゃうね。声が遅れて、聞こえない。もうね、良い子は絶対ダメ、マネージャー。ダメ。でも全然辛くないもんね。辛くはなくないよ。現役だよ。うん。必ずちょっとマスクして。映ってやろう。マスクして。ということで、中野さんは、現役だということが分かりました。まだまだ現役ですよ。はい。実際にタバスコ2本、全然普通にドリンクを飲むように。はい。危ないでも。危ない。辛いよ、辛いよ。というので、今日は中野さん頑張っていただきましたので、私の方から、景品の方をプレゼントさせてもらいたいと思います。口直しに、激辛担々麺。いらねえもんな、カレー。カップラーメンを特別買ってきましたもん、ね。それアイスクリームとかでしょ。はい、これで口直しをしてください。あ、そうですか。皆さんね、汗かいてる。暑いもん。暑いよ。ということで、口が痛いもんね、はい、また次回の焼津 TV、中野さん、気づかない。ありがとうございました。ありがとうございました。また。ありがとうございます。